はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の逆関数丸3をお送りします。で、前回逆関数、指数関数と対数関数やったんですけど、今回分数関数について2問やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらってちょっと厳しかったり分かんないのがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、分数関数なんですが、まあ、基本的には、まあ、こう、式を変形してって、x とは入れ替えようぜ、で、いいんですけど、ですね、ちょっとめんどくさいのが、やることが2つあります。分数関数。で、これちょっと分けていきますね。まず1個目は、普通に逆関数を求めるやつ。だからちょっとね、一応書いとこう。逆関数を求めるための変形です。で、これは普通に分母まず払っていきます。両辺に x-2 をかけます。で、そうすると、左辺に x-2 がかけるんで、こうなって、右辺は分母払うのと同じだから、こうなると。で、これはですね、今 x、大なり2になってると。つまり、x が2になることがないんですよ。だから x にならないんで、分母払って OK っていう。まあ、場合分けも特に必要ないからね。で、あとまとめます。y を配って、xy-2y イコール 3x-5。 これ x についてまとめてください。こいつをこっちに持ってくると -3x で、この2つを x でくくると x(y-3) になります。ここね、くくった。で、 -2y これ右辺に持ってって、こうなります。で、両辺をごめんね。y-3 で割ってください。そうすると、こうなると。で、ここで x と y 入れ替えて、y イコール x-3 分の 2x-5 と、こうなります。だから普通にこうやる、逆関数求めるだけだったらこれで構わないんですけど、今回定義域が最初にくっついてるんで、ここにも定義域を書かなきゃいけないと。ってことは、前もやってるね、定義域と値域がひっくり返るんですよ。だから、この状態のこいつの値域を出して、それを答えに使いたい。だから、値域のためにもう一個変形します。これをね、2個やるのがめんどくさいと。値域ね。で、今回は、これグラフ使ってもできるんですけど、ちょっと変形でいきます。で、この、これを分数関数やった時みたいな感じで変形していく。ちょっと右かぶるけどごめんね。これは少し前の動画でやった、こういうやつです。カッコの中に無理やり同じのを持ってくる。で、3をね、出すことで 3x を作りに行く。ただ、分子をこれ3で展開すると 3x-6 になっちゃうんですよ。上ね。展開すると。でも、-5にしなきゃいけない。ってことは、こいつに1を足してやれば、-5に戻るから、+1ってこうやる。で、これを書き直すと、1、+3 とこうなります。で、こうだとハテナが出る方は、少し前の動画確認してみてください。分数関数っていうタイトルでやってますんで、タイトルそれだっけ？ちょっと待って。あ、そう、分数関数、そうね。OK。で、この状態で何がわかるかっていうと、今、x は大なり2、つまり2より大きいんですよ。例えば、x が、まあ、イコール2はないんですけど、2を入れたとき、ここ0になりますよね。つまり3になります。全体としては。x2 を入れたらね。で、そっからどんどん大きい数を入れていったら、例えば3、4、5って入れていくと、こいつ、まあ、数は変わりますけど、絶対プラスなんですよ。マイナスにならない、こいつは。ってことは、3にあるものを足してるんで、まあ、3点いくつかわからないですけど、この数っていうのは、x 大なり2の時、一番下は3スタートって考えれば、3より絶対大きくなります。こいつがプラスだから。だから、y っていうのは、大なり3が成り立つんです。イコール3にはならないよ。これイコール入ってないからね。でも、3より絶対大きいよね。つまり言いたかったのは、y は大なり3とこうなるんです。で、地域をゲットした。だから、これを最後、こっちに持ってきて、x 大なり3とこれをくっつけて、これで終了となります。
で、今回ちょっとね、幅の関係で書けないんですけど、もしグラフを書けという問題が出てきたら、これを同じように変形してください。分数関数だからね、ただの。変形して、あの時やったように X の全近線、Y の全近線決めて書くと。ただし、大体の場合が、ちょっとざっくりいきますね。ざっくりいくと、今回これね、変形すると、やるか動画長くなるけどちょっとごめん。変形すると、2x-6 になるからプラス1なんで、x-3 分の1プラス2になります。さあ、さっきやったのと合ってるんだろうか。ちょっと待ってね。大丈夫だね。OK。ってことはこれ、全近線は x イコール3ですね。これが全近線で、y イコール2が全近線になります。で、ここがプラス1なので、右上と左下にこうグラフが来るんですよ。ちょっと今、フリーハンドと書いてるけど。で、ただし、X ダイナリー3だから3より大きいとこしかグラフ書いちゃダメなんで、こっち書いちゃダメね。答えの時。X が3より大きいのは右だけだから、ここのグラフ。で、X 切片、Y 切片今回ないので、まあどっかね、自分で好きな値決めて1箇所書き込めば OK という感じになります。いいかな。まあグラフ書く問題がね、出てきたらそんな感じでやってみてください。ごめんね、ちょっと今回書けなくて申し訳ないんですけど。よいしょ。じゃあ2番も行きましょう。で、やることは同じです。で、まず逆関数から行きましょう。では、こっちは普通にね、これも、x、ダイナリーマイナス1ってことで、マイナス1にならないので、両辺 x プラス1でかけて平気だと。で、まあ、ちょっとここまで丁寧に書かなくても、どうせかけると。かけてから y 配るから、xy プラス y ってイコール、右辺はね、分母が払われるんで、こうなりますと。で、2x、こっちに持ってきてくくるから、x、カッコ、y、マイナス2、プラス y、右に持ってって、マイナス y、マイナス1と、こうなります。で、x で、ここは書くか、ちゃんとな。ごめん、y、マイナス2で割れば、y、マイナス2、分の、ここあれか、マイナスでくくっちゃってもいいね。こうなって、y、プラス1か、こうなる。なので、答えとしては、y イコール、これ、ね、y と x 入れ替えて、x マイナス2、忘れた。マイナス、ちょっと見にくいか。イコール、マイナス、x マイナス2分の、x プラス1と。で、もう一個地域ですね。右ちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいかも。まあちょっとごめん、見にくいかもしれんけど。地域行きましょう。で、まず変形していきます。x プラス1分の2括弧 x プラス1で展開すると 2x プラス2になるのでマイナス3をくっつけて調整します。こうやってね。で、x プラス1マイナス3かでプラス2と変形するとこうなります。で、さっきと同じように考えましょう。 x はマイナス1より大きいんですよ。で、まずマイナス1になった時ここ0になるから2ですよね。2が基準になって、そっから大きい数を入れていきます。例えば0とか1とか2入れていくと、0入れたらこれマイナスですよね。1入れても2入れても3入れても絶対こいつマイナスなんですよ。いい？ってことは、こいつがマイナスってことは、2から何かをずっと引き続けるわけ。どんどん減っていくわけ、2から。つまり、2が一番大きい数。そっから減っていくからね、あとはね。だから、y っていうのは、2が最大なんで、2からちっちゃくなるから小なり2とこうなります。いいかな。で、あとは入れ替える。 x と y、 つまりここの答えが x 小なり2と、これをくっつけてこれで終了となります。この分数関数の問題ちょっとひねられるとちょっとやり方変わっちゃう時もあるんですけど、基本的にはこの変形普通にね解いていって逆関数求めると。で、もう一個地域の方はいつもの分数関数の変形使ってこれが最大ですよねとかっていう、こういう地域を求めて、で、セットで答えるっていう流れで解くことができますので、こんな感じでやってもらえたらと思います。では今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の逆関数丸3をお送りします。で、ここはですね、待って、な